おはようございます。礼拝を始める前にお願いがございます。携帯電話、スマートフォンをお持ちの方は電源をお切りになられるか、マナーモードの方の設定をしていただき、アラーム音、シャッター音など音が鳴らない設定にしていただきますようよろしくお願いいたします。また貴重品は各自自己管理の上よろしくお願いいたします。それでは2017年10月15日主の十字架クリスチャンセンター東京アンドケ教会主日第二礼拝を始めていきたいと思います。それではお祈りいたします。愛する天のお父様、皆をあがめます。お一人お一人をこの第二礼拝に集めてくださり、共に礼拝できる恵みをありがとうございます。さらに私たちが礼と誠をもってあなたを礼拝し褒めたたえることができますよう助け導いてください。またお一人お一人のあなたの恵み祝福をお与えください。お願いいたします。はじめにあたり感謝してイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。それでははじめに賛美をもって主を褒めたたいてまいりましょう。皆さん、おはようございます。それでは共に立ち上がって主を賛美してみましょう。今主の御前喜び集い、すべてを主の御手に委ね、礼拝しよう。大いなる大いなる皆をあがめ歌おう。感謝の今主の御前に喜び集い、すべてを主の御手に委ね、礼拝しよう。大いなる大いなる皆あがめ歌おう。感謝の歌、賛美の歌、声高らかに声高らかに、イエスよイエスよ、あなただけを心から
ですよ。イエスよ、あなただけを心から愛すよ、イエスよ。イエスよ、あなただけを心から讃える。イエスよ、あなただけを心から愛す。心から心から愛す。主に感謝をする。主の主任牧会のもとに主のご計画は大きく進んでいくと称されます。お一人お一人身体なる教会の一機関として使命を全うすることができるように、神の言葉にしっかりと立ち信仰の歩みを成し続けていきなさいと称されます。主の主任牧会の完全さ、また圧倒的な勝利が豊かに表されていくと称されます。お一人一人この教会の御体の中において最高の祝福というのを私はこの表していこうと示されます。その祝福を一人一人が受ける中にあって、さらにこの他の者たちをこのあなた方は力づけていくことになるので、用意し備えていきなさいと示されます。世がどのように移り変わろうとも、私の語った計画はその中で完全に全うされていくと示されます。その主の大いなる計画の中で、お一人お一人はこれからさらに本格的に用いられていくと示されます。それゆえこの10月11月と主が置いておられるこの時に、主との深い交わりの中で主からの備えを受け取っていきなさいと示されます。それではもう一度賛美を捧げてみましょう。いつもいつの喜び感謝しよう、すべてのことを喜ぼう。神様は私たちに最善を与えられ、 God is working for my good。
すべては益になるから、 God is working for my good。 主の言葉を信じて感謝捧げ歩もう。もう一度主に感謝を。お願いします。愛する天のお父様、この賛美だけありがとうございます。受けの言葉ありがとうございます。ここからの手術台に豊かに用いてください。感謝して主イエス・キリストの名でお願いします。アメン。お座りください。それではしばらくの間お祈りの時を持って参りたいと思います。共に主の前に静まって、主との交わりの時、お祈りの時を持って参りましょう。お祈りをそこまでにしていただきまして、再び賛美をしてまいりましょう。もう喜び感謝しよう、すべてのことを喜ぼう。神様は私たちに最善を与えられる。 God is working for my good。 すべては益になるから、 God is working for my good。 主の言葉を信じて感謝捧げ歩もう。それでは主の祈りを共に祈っていきたいと思います。初めての方はモニターの方をご覧ください。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなせさたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを滅びに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく断じのものなればなり。アーメン。それではパウロ秋元牧師に導いていただきまして、聖餐式を行いたいと思います。聖餐式を行います。聖餐式とはイエスの死を告げさせるものであります。
この教会ではどこの教会の方でもイエス様を信じて洗礼を受けられた方、望んでおられる方々にはこの時期に加わることをお勧めしております。またインターネットで礼拝に参加されておられる方々の中でイエス様を信じて洗礼を受けられた方、また望んでおられる方々もぜひこの時期に加わってください。またインターネットの方々はご自分でパンとブドウ酒、ブドウジュースを用意して参加してください。お祈りします。天の様はこのパンとブドウ酒、ブドウジュースを豊かに祝福し、またインターネットの方々のパンとブドウ酒、ブドウジュースを豊かに祝福してください。また一人々に恩恵と恩知の恵みを表してください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。それでは共にお祈りしたいと思います。もしこの中に罪がありましたら、それを神様に告白しておいてください。これらの祈りをイエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。イエスはパンを取り、祝福したのしこれを先彼に与えて言われた。取りなさい、これは私の体です。キリストの体をいただきましょう。イエスは彼に言われた。これは私の契約の血です。多くの人のために流されるものです。キリストの血をいただきましょう。それではお願いします。
トロス様、この聖餐の恵みをありがとうございます。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは感謝の献金の時を持って参りたいと思います。神の国と神の義を共に賛美しつつ献金の時を持って参りましょう。神の国と神の義をまず求めなさい。そうすれば皆は与えられる。ハレルハレルヤ。Seek ye first the kingdom of God, and He is light as night. And all these things shall be added to you. Hallelujah, hallelujah.それでは献金の感謝のお祈りを司会者の方でさせていただきます。愛する天のお父様、この献金を感謝いたします。今あなたから与えられましたものの一部をあなたの御前にお捧げいたします。どうぞこれらを清め、御国の働きのために用いてください。また捧げられましたお一人お一人のうちに豊かに祝福をお与えください。お願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは本日のメッセージのための聖書箇所をお開きしたいと思います。本日のメッセージ箇所はコリント人への手紙第24章15節になります。新改訳聖書第3版のお持ちの方は350ページになります。それではお読みいたします。すべてのことはあなた方のためであり、それは恵みがますます多くの人々に及んで、感謝が満ちあふれ、神の栄光が現れるようになるためです。本日はこの歌詞を通して、特別賛美、またしばらく賛美の後に、パウル秋元牧師にメッセージを取り継いでいただきます。